こんにちは、山崎です。今日はですね、TOEFL のスピーキングインテグレーテッド問題で、これまでには出なかったタイプの問題が最近出るようになってきているので、その問題の傾向と、それで問題に対してどのように喋っていけばいいのかという、これもテンプレートですね、をご紹介できればなと思います。これも満点レベルのテンプレートを作っていますので、もちろんね、テンプレートを使って練習してうまく喋れば、もう本当に高得点でも満点でも出せるというテンプレートもご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、スピーキングはですね、改訂後も何も変わってないんですけれども、その出る内容がちょっと変わってきました。流れが特にタスク2ですね、新しいタイプの問題が出るようになっています。タスク2というのはアナウンスメントがあって、それに対して2人の生徒が議論していて、賛成だの反対だのというわけですね。これまでは賛成なら賛成、こういう例で賛成なんだよね。こういう例でまた賛成です。こう賛成の理由を2つ述べたり、反対の理由を2つ述べたりしていたわけですね。それがね、変わりましたね。全部変わったというわけじゃなくて、変化球、これとは違うタイプが出るようになったということです。で、一回やってみましょう。はい、私の方でオリジナル問題作りましたので、これちょっとね、必要であれば動画を止めていただいて、文章を読んでいただければと思います。では読んでみてください。どうぞ。はい、読んでましたかね。読んでみてくださいね。意味的にはですね、次のセメスターから新しいパーキングロットができますよと、使えるようになりますよと。ただその工事のためにお金がかかっているので、この使用料っていうのは1学期あたり65ドルになりますと。それは他のパーキングスペースの使用料よりも30ドル高いものです。しかしながら、このパーキング、新しいパーキングエリアっていうのは、皆さんがパーキングスペースを探したりする時間っていうのをこう大幅に減らしてくれますし、多くの建物に近いので便利だと思いますというアナウンスメントが出たわけですね。これに対して、トゥースレンズがディスカッションをするわけなんですけども、今回オーディオもオリジナル作りました。なんですけども、ちょっと、女子生徒の声も全部省きました。男子生徒の言ってることをまとめなさいということなんですけども、男子生徒の声だけできます。本番は女子生徒がね、oh, really? とかね、sure? とかでなんか口挟んできますけど、今口挟んでもしょうがないので、男性の声だけできますね。じゃあ流しますので、ぜひ聞いてみてください。で、必要であればメモ取ってみてくださいね。I think this will be a tremendous benefit for students. The student population has been increasing, while the availability of parking lots has not changed. Sometimes it took an hour just to secure a parking spot.I've heard that the new parking lot is really big and can accommodate several thousand cars. This means I'll have more time to dedicate to studying, which is definitely a positive change. However, to be honest, $65 does seem quite expensive. An additional $30 seems reasonable when considering the convenience it offers. But you know, those small amounts can really add up over time. If you're a new freshman, you could end up paying an extra $240, possibly even more if you enroll in summer courses.This can be a significant financial burden for many students. While the parking slot itself will undoubtedly be helpful, I do wonder if the school could explore options to lower the fee. はい、聞いていただきました。もし必要であればもう一回聞いてみてください。ですね、今日はリスニングの練習というよりは、新しいタイプにどう対応していくのかということと、そのテンプレートということになりますので、リスニングも好きに聞いてください。で、こちら、あれです。ダウンロードできるようにしておきます。下の概要欄でダウンロードできるようにしておきますので、でそこで、もしスクリプトを見たい方は見ていただければと思います。これがスクリプトです。で、簡単にザクッといくとですね、生徒の数増えてるのにパーキング増えてないやんって。それはもう車のパーキングスポットでアイデルとか探すのにも本当、最悪1時間かかることもあるんだよ。でもこれで、時間が節約できるわ、早く見つけられるから、で、勉強に時間使えるから、そうやってもいいことじゃん。と、やっぱりこう基本的には賛成の立場を取ってるわけですね。で、次の賛成の理由を、別の賛成の理由を言うっていうのがこれまでのオーソドックスなスタイルだったわけですけども、そうじゃなくて、ただ、懸念点もあるよねっていうふうに、おやおやおやと、これまでにはなかった流れが出てきましたね。ただ65ドルちょっと高いよね、と。他のところで30ドルも高いのかい。ですよね。まあ、なので計算をするとですね、4年間学校に行くとなると、フレッシュマンで、ね、大学1年生から入るとすると、トータルで240ドルも払うことになるよ。夏学期も取るともっていくことになるよ。これって、多くの人には無視できない額だよね、っていうふうに言っているので、まあ、基本的には賛成なんだけど、ちょっとこう下げてくれないかな、みたいな締めくりになっているようですね。すなわち、基本的には賛成であり、それを一つの目で、一つ目のボディパラグラフで言ってるんですけども、後半の方では懸念点を喋ってると。そういうタイプの問題が出始めています。これまでには見られなかった問題ですね。
それをどうしましょうかということなんですけども、これでサンプルアンサー作ってみましたので、説明していきますね。これじゃない、こっちだ。はい。OK。では、これが、サンプル回答です。これが喋れれば満点です。30点満点です。あ、すいません。これだけで30点じゃないですけどね。他のタスク1、2、3、4全部で決まりますので、これだけではないですけども、まあ、単体で考えた時には30点レベルがあります。OK。まあ、ちょっと、後でね、ここはテンプレで使えるようにも示しますので、ぜひご参考にしてください。There was an announcement from the school. According to the announcement, a new parking lot will be available from the next semester. However, the fee for this lot is higher than that of the other lots. ですね。ここで言ってるのは、まず、リーディングパッシュのまとめですね。まあ、大体こんなもんです。10秒から15秒ぐらいでも簡単にまとめるしかないですね。で、それが、どういうふうな背景があるのか、どういうベネフィットがあるのか。理由はとか、そういうのはね、述べなくても、それは満点が出ている。Two students have discussed an issue. The male student is in favor of this announcement, but he has a concern. ここはこれまで違ったんですよ。He agrees with this announcement とか、っていうのがこれまで、あったパターンで、そして、he provides two reasons っていうふうにこれまで言ったと思うんですよ。これで、he provides two reasons ってもう今から限定になりますからね。だって、賛成の理由二つ述べてないです。一つしか述べてないです。ここだけね。なので、これまでのようなテンプレートはもし使ってたものがあれば使えない問題が出てきたということですよね。To begin with, he mentions that the number of students, これはもう1個目まとめてるだけですね。これはあまり変わらないと思います。The number of students has been rising, yet the available、parking spaces remain the same. This often results in students searching for an available spot for up to an hour. He believes that the new parking lot can alleviate this issue. はい、これでまあ、一つ、ここまではあまり変わってないですね。一つ目は賛成の理由です。ここからですね。However, he expresses concern over the fee. The cost for this new lot is $65 per semester, which is $30 more than the other lots. While he thinks the hike, ほら、increase でね、might be within a reasonable range, he thinks it could be burdensome for many students.これできましたね。ここが新しいパターンですよね。で、賛成の理由二つ目言っているわけじゃなくて、懸念事項を言ってたので、それを懸念事項をまとめてあげるということですね。で、その入りが、the next reason is that とは入れないですよね。だって、二つ目の理由じゃないからですよね。で、こういう喋り方にすると、この新しいタイプの問題にも対応できますよということです。でですね、正確なので、もうここはテンプレート的に使える表現ですっていうので、こう示しました。この水色のところは問題に関わらず使います。で、この辺なんかもね、問題に関わらず使いますと。で、この問題の中に関わらず使いますと。ここがこれまでとは違いましたっていうので、ここが新しいこの問題形式のテンプレートです。The male student is in favor of this announcement. または、the male student、agrees with this announcement でも OK です。今回はね、私はなんか、まあ、agree するっていうよりはね、賛成反対っていうね、もうできてしまっているので、それには肯定的な立場っていう方がいいかなと思って、in favor of っていう言葉を使いましたけども、まあまあ、the male student agrees with this announcement ってのはまあまあ悪くはないです。but he has a concern とか、まあ he has a reservation とか、まあまあ、まあ concern でいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ reservation っていうのはためらいっていう意味ですけども、まあ concern でいいんじゃないかなと思います。but he has a concern。一つ懸念事項を抱えています。これでもう、このタイプの問題では、もうテンプレートとして、全くこのままでいけますので、このまま覚えていただければいいんじゃないかなと思います。で、これはまあ、to begin with, he mentions that, he says that, he explains that. これなんかまあまあ、いつも言ってね。で、これ言われたことを説明するしかないですね。で、however, he expresses concern over 〇〇。〇〇については懸念事項を示しているんです。っていうことを言えばいいので、ここには今回は値段の話ですからね、名称入れればいいですけども、この表現でもこのままで、全く使えますので。全く使えるという変な日本語ですね。このまんまで、そのまんま使えますので。このまんまで、そのまんま使えるという変な日本語ですね。このまんまで使えますので、ぜひこれをそのまま使っていただければいいんじゃないかなと思います。これで、あれなんか今までと違う、これまでのテンプレートが覚えたものが使えないってなっても慌てることなく対応できるんじゃないかなと思います。また心構えとしても、なんかね、もう出た時点でうわーってなるかもしれませんけど、これが出るんだと。こういう変化球、これまでなかった変化球のように見えるものが来るんだというのを知っていれば、今知ったのでね、知っていれば、まあ、心構えできてますから、本番でわーってなることもなく、あの時に動画で見たやつや、と。っていう風になるんじゃないかなと思います。OK! では、こちらで、下の概要欄でね、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい。で、私はこれをね、まあ、自ら受験して確認しましたので、なんかこう、デマ情報じゃないです。本当にこのタイプが出てますと。ね。はい。まあ、受験している理由はですね、いくつかあるんですけれども、まあ、
いろいろ調査するという目的もありますけども、また年明けにですね、次の私の TOEFL の著書が出ることになりました。それは TOEFL の模擬試験ですね。模擬試験で、できる限り忠実に再現したものをね、出していきたいなと。それは傾向だり、こういう問題の傾向だり、難易度だり、長さであり、その分野であり、いろんなものをできる限り、TOEFL の本番に適したものにしていきたいなという思いでですね、定期的にこのようなこう調査をしているわけなんですね。ということで、今回もその調査の中で、変化があったなというふうに気づきましたので、いち早くお知らせができればというふうに考えております。考えておりました。なので、この動画を作りましたということですね。はい。願わくばですね、私のその、なんだっけ、模擬試験の本というのは、年明けに出ますのでね、2024年の年明けに出ますので、願わくば、そこまでその本、私の模擬試験の本をですね、買う必要がない状態にできるのが一番いいですからね、ぜひ、買わないでくださいというのも変な、あれですけども、買わなくてもいいように、今ちょっと一生懸命勉強していただいてですね、対策していただいて、ぜひ高めにすっていただければと思いますし、それ、これがですね、その一つの、ちょっとでも助けになればなというふうに思います。OK。語りました。私の、策定させていただいた、執筆させていただいた単語帳。これも同じように、こう、綿密に調べて調べてですね、綿密にこう調査を繰り返した上で、これがベストだっていう単語帳を作っているものがあります。TOEFL専用の単語帳ですね。とても、嬉しい評価でいただいているものになります。ぜひ、どの単語帳を使おうかなと迷っている方、または、今の単語帳がちょっとうまく機能してないな、進みが悪いな、とか、思う場合にはですね、うちの単語帳を手に取っていただければなと思います。リンクは同じく概要欄にあります。OK。では、今日は以上です。ありがとうございます。See you next time.